鳥居天別、豊姫神社は、広島県福山市神奈部町川北にある神社。式内社で、旧社格は、県社。古くは、神米大明神や、天の岩尾大明神とも称されていた。神米の町並み南方の紅葉山中腹に鎮座し、神米の地名は当社に由来すると言われる。祭神は次の御柱。灰神の二神は、 大正3年に河北村地係の鬼び神社を合祀したことによる。古代、当社周辺は、穴会と呼ばれる入り海であったとされ、社殿では、網付谷にあった荒磯岩城に、磯神社として鎮座し、後にその奥の小中山に遷座したとされる。同じ貧乏国内には、豊玉姫命の父、豊玉彦命を祀る、沼名前神社や、 夫、イケルラヒーニシエを祀るイケルラヒコ神社があり、当社はその中間に位置する。国史では、元行2年に、天別豊たかひの神海が、十五位下から十五位上に少女された旨が記されている。延長5年成立の、演技式神明帳では、ビンゴ国安奈郡に、天別、豊姫神社と記載され、式内社に列している。年間朝山連が、 紅葉山に、神戸城を築くにあたって、当社を城の守護神とし、現在の紅葉山中腹に移したとされる。江戸時代には、福山藩主の水野氏、安倍氏からの通景を受けた。明治元年福山藩の調査で式内社とされ、同二年交渉を、天別、豊姫神社に定められた。明治六年に、近代社格制度において後者に列し、昭和十五年建社に昇格した。 本殿本殿は明治11年の造営。三権者切り妻づくり。その他、多くの経済者が鎮座する。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。